ベツレヘムと分離壁ベツレヘム県は、パレスチナ自治区のヨルダン川西岸地区南部の県。県とはベツレヘム。2014年7月1日の人口は21万500人で、西岸地区の7.5%を占め、11県中6位。面積は6 5 9キロ平方メートルで、西岸地区の11.7%を占め、11県中3位。 人口密度は319.4人、経平方メートル。イスラエルが土地の87%を占領している。パレスチナ解放機構によると、2020年現在、ベツレヘム県は依然として87%がイスラエルの占領下にある。県内には、イスラエルの違法なユダヤ人入植地が18存在し、ベツレヘムの市街を取り囲む形になっている。 例えば、ギブアット・ハマトス入植地とイスラエルが建築した分離壁により、エルサレムとベツレヘム市街地は分断されている。同様に、マルエリアス修道院は、ベツレヘムから切り離されたことを溶かしている。2019年には、イスラエルは、ユダヤ民族基金の資金により、世界遺産、バティールの一部であるアルマクルールに、新たな入植地を建設した。2020年だけで、 イスラエルは県内に5522棟の入植を許可し、また工業団地の建設許可を行った。また施設のプネエケデム入植地を公認した。また県内で約1530本のパレスチナ人の林業、農業用樹木がイスラエルによって伐採された。人口は2014年7月1日の値。左翼政党が盛んで二千六年の選挙では パレスチナ解放人民戦線とパレスチナ大隊等が全国で最大の得票率を獲得した。ありがとうございます。